はい、今回ですね、ご質問いただいたので、対応していきたいと思います。いつもお世話になっておりますと、実は今晩、私の、今晩、緊急相談を受け話を聞いて調べてみたのですが、私にはよく分からず、でもできれば返品の希望を叶えてあげたいと思い、何か情報を知ってらっしゃったら教えていただけないかと思いメールさせていただいております。救済プロジェクトという商品を90万で購入したものの、パソコンも使えない方で返品したいらしく、どうやって返品したらいいのかを相談されたのですが、 Google で検索してもメインサイトらしきものはなく、でも私には詐欺商材にも見えず、なんとかというツールもついてくるらしいのですが、購入時電話でクレジットカードがカードが使えないアコムとか中小金融とかで購入しないなら請求書送るとか、脅迫された文句をいろいろ言われた後、送られてきたメールでクレジット決済をしたそうなんです。私自身は今まで情報商材をいろいろ購入してきたものので、電話で脅迫すみません、漢字がちょっと僕読めなくて申し訳ないですけども、脅しですね。脅されて購入したり返品しようと思ったことはないので、どう対応したらいいか分かりません。この商品はブログが書いて広告を貼って、アクセスアップするというので、その値段が高すぎる気がします。どういう商品か理解できませんと、吉谷さんともドリアカとももちろんコピーライティング道場とも全く関係ないご相談で申し訳ありませんが、返品情報何かご存知でしたらどうぞよろしくお願いいたしますということで、まあ明らかにこれはもう完全ですね、90万高すぎだろうと、まああと売り方ももう、まずいですよね、脅してるっていうのはね、なかなかですね、はい、で結論言いますと、これはやり方があって、クレジットカードで決済してるんだったら、まずですね、そこの会社さんが、使ってるクレジットカード代行会社っていうのがあるはずです。そこの販売元の会社がクレジットカード代行会社をやってるのはもう限りなく少ないですね。クレジットカード会社代行会社が情報商材売らないので、何かしら挟んでるんですよ、代行会社っていうのは。だからこの代行会社がどこなのかっていうところに関しては、決済する時とか、もしくは決済した後に、その決済完了しましたっていうメールの中にどこのカード会社なのかっていうのがもし載ってるんであるならば、そこに直電して、すいませんと、今回そのクレジット決済したんですけど、こういう理由で、ちょっともう返品してもらいたいっていうことをクレジットカード会社に直で言うってことです。例えば、クレジット会社で大手は、情報系を使ってるのは IPS とかテレコムクレジットとか、ここあたりが情報系で扱ってるので、テレコムと、IPS ですね。 IPS はインフォトップのメガ決済なんですけども、IPS とテレコムが多いかなっていうところですね。で、そこの決済代行会社がもし分からないんであるならば、自分が使ってるカード会社ですね。自分が使ってるカード会社に問い合わせるということです。はい。一番早いのは、その決済代行会社に直接電話して、それ言うと。で、その連絡先分かんない、どこの代行会社か分かんない場合は、自分が使ってるカード、カードの裏にか、電話番号書いてありますので、自分が使ってるカードで、そこに電話して、すいません、こういう理由で買ったんですけども、こういう理由でちょっと決済をちょっと取り消していただきたいんですけども、どうすればいいか分かんなくて、で、販売元に言っても、あしらわれて、多分ちょっと騙されたんじゃないかなとは思うんですけど、みたいな話をすれば、多分掛け合ってくれるとは思うんで、直接クレジットカードで決済してるんだったら、カード会社に言えば大丈夫です、はい、で、カード会社っていうのは、結論、消費者から来たやつで問題が起きるとよろしくないんですよ、運営上。だからすぐ早急に対応してくれるんですね。だからその、払い戻しのやつをやってくれます、はい、ということで、
ご質問いただいた内容に関して僕が、アドバイスできることはカード決済してるということなので、今回、一番は、決済代行会社に直接連絡する、はい、そこが、何の会社を使ってるかちょっとわからないですけれども、そこに、まあ、インフォトップ使ってたらインフォトップに直接連絡する、インフォカード使ってるのでインフォカードに直接連絡する、まあ、他の決済代行会社 IPS とかテレコムとかアナザーレーンとか、あとなんだ、まあまあそういう会社がありますんで、まあそこに直接連絡するとかですね。でそこの連絡先分かんない場合は自分のカード会社、自分の使ったカードの裏に書いてある番号に電話して理由を説明して払い戻しをしてもらうように言うってことですね、はい、そうすると結構いけますね、はい、ということです。はい、ということで、ご質問いただいた内容について僕が知っている限りのアドバイスの方をさせていただきました。また何かあれば質問いただければなと思います。ありがとうございました。